ザ・ランブダ・レステスは、中世代白亜紀後期のモンゴルに生息していた小型、有体版哺乳類。俗名の、ザは定冠し、ランブダイコール、ラムダは、ギリシア文字の、ラムダ、レステスは、かぶりとされる。あるいは、嵐泥棒とも。ザ・レチェ創造図と同長15から18センチメートル程度、頭部は、ほんの5センチメートルの長さ。 後のレプティクティディウムのようにジネズミ様の長い興奮と長い歯、小さな脳と大きな眼球を持った動物である。鼻面は先端が上を向いており、嗅覚も敏感であったことが伺える。力強い獅子と長い尾を持つが、樹上生活には適応していなかったとされる。舌が小さく、また親指が対抗していないので、物を掴むのには適さないためである。 しかし講師には長い足骨を持っており、カンガルーネズミなどのようにジャンプして移動したと推定されている。おそらくは地上性の生物であり、森の下場の中で生活し、昆虫や小動物を飼っていたのであろう。長い摂氏は小動物を捕獲するのに適していた。剣種は、子根が二つになるという特殊化を見せているが、上学九氏は、 初期真珠類特有の幅の狭い三角形であった。また小球子は4本、大球子は3本と、魔獣類の基本型を保つ。1993年に行われた発掘調査において、ほぼ完全な骨格が発見されているが、骨盤の全部に上地骨を持つことが明らかになった。この骨は、有体類において、育児脳を支える役目を持っており、 袋骨とも呼ばれている。これをザランブダレステスが持つということは、彼らも有体類同様体盤の形成が不完全で、未熟な状態で幸運だ可能性を示唆するものである。しかし、単に筋肉の付着部であった可能性もある。また、頭骨も詳細に調査され、首動脈の経路など、独特の構造であることが明らかになった。研究者のマルコム・マッケナラは、頭骨の形態について、 うさぎ目との類似を指摘している。ありがとうございます。